どうもコウスケです。今日はですねケンちゃんと一緒にビアゲンビレッジのですねご紹介をしていきたいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。旅する勝間岳、はい、ということですね、ビアゲンビレッジがですね現在プレオープンということで YouTube の視聴者さんとインスタの、僕のインスタのフォローをねしてフォロワーさんを限定でですね、今プレオープンでお試し期間みたいな感じでねやらさせていただいております。はい、ね、はい、ありがたいことにね今5月末なんですけれども6月はねもう土日も全部埋まりまして、本当にねありがたいですね。そうだね、ありがたい。平日来てほしいね。そうだ、めっちゃ空いてるめっちゃ平日ガンガン空いてるんでぜひねよろしくお願いしたいなと思います。では、今からね、ビアゲンビレッジのご紹介をしていきます。今ね僕たちがここいますのがメインのね、キャンプサイトなんですけれどもちょっとね残念ながら今ここ富士山がね本当はがっつり出てるんですけれども雲でね覆われてしまっております。で土地としては土地とあの大きさとしては600坪でございますのでかなりねここ、うん、広々使えるんじゃないのかなと思います。でなおかつ、RV 専用のキャンプ場で一組限定ですので、まあ、グループキャンプやるでもいいしご夫婦ご家族で使っていただけるでもいいかなという感じです。見ていきましょう。はい、はい、サイトはですねこんな感じです。結構広々です。こんな感じです。ケンちゃんと僕でね一生懸命やってますよ。これかなりいい芝生になってきましたから皆さん苔だらけだった。苔だらけだった。めちゃくちゃいいです。であと電源がねついてますのでそちらもご紹介します。向こうがね入り口なんですけれどもそれからちょっと20メートルぐらい降りたところに分電盤がありましてここに電源がついております。20アンペアですね。まあだからマックス2台ぐらいかなしかないんですけどもこの辺りはねちょっとね拡張したいなとは思ってます。もうあと6ジャンペアぐらい欲しいよね全体で ねしていけたらいいかなと思います。旅する勝間岳、はい、あとこちらのトレーラーがレンタルトレーラーでホビーのですね 540KMFE というタイプの、車です。こちらで、ね、レビューしてありますのでよかったら概要欄から、見てください。まあ大人マックス6人ぐらいは。そうだね、1、2、3夫婦だったらいいけどね知らない大人だったら6人は嫌だね。嫌だねまあそれを見てください。4人ぐらいだ、ね、うん、はい、これはレンタルしてます。だからキャンピングトレーラーがない人とかねこれ使ってもらえればいいかなと思う。はい、あとは今からですねお風呂ご紹介します。僕たちのこのビアゲンビレッジの自慢のお風呂って言っても過言ではないんじゃないかなと。だいぶ投資したお風呂みんなでねこれね突っ込みすぎてくれ。そうだね、手作りでね作っておりますから。ここが今ね脱衣場で、でこっちがですねお風呂です。 1.5 坪のお風呂なのでまあ普通のお風呂って大体 1坪だよね。1坪ぐらい、うん、なんでちょっと大きいかなっていう感じだけどめちゃくちゃ広く感じるよね。そうだね、だってこんなですもん。お風呂もこんなですね。前ちょっとね100キロの方と一緒に入ったんですけどこの2人で100キロの人とめっちゃ狭そうよ、うん、こういう感じでも入れるし、いけた、うん、まあでもお風呂は結構広いと思うよ。そうだね、うん、子供と確かにみんなで入るにもいいんじゃないのかなという感じです、うん、はい、はい、でそうだお水がですねバナジウム水あの 80m の岩盤から天然水が出ているのでまあもう光線風呂みたいな感じ。そうだね、肌質もちょっとなんかもっちりする。そうだね、うん、いいと思います。すべて水道水はねミネラルウォーターですのでね、はい、水は買ってこないでください。あ、そうだ、美味しい水だ。そうで女子トイレがこっちね、はい、反応式になってますね。電球を変えてね、はい、こんな感じです。ちょっと周りはあの外見はねハーフだけどちゃんとオシルので、ね、仮説感は半端ないけど中はもう、うん、結構しっかりしてますから皆さんよろしくお願いしますよ、はい、であとこっちがダンプステーションが、あ、そっちもね、あのキャンピングカー専用ということでねダンプステーションもご用意させていただいております。ダンプステーションこちらがダンプステーションです。こんな感じでここからボサボサボサと入れると、あのさっきのタンクお水を、そうお水を入れるとブラックタンクを。ただちょっとねアメリカンの人はねこれね厳しいかなっていう
アメリカンはなんで厳しいの？アメリカンはダクトだから。あ、立ち上がここまでこう上げなきゃいけないから、それは多分無理だと思うんだよね。あ、どういうこと？本体、本体から車両本体についちゃってる。車両本体からダクトをこう持ってきてこう入れるっていうのがアメリカンのスタイルで、これカセットトイレ用だよね。そうだね、うん。まあでもこういうダンプステーションもあって、アメリカンの方はちょっと別途ご相談ください。その時考えましょう。旅する勝又家。はい、はい、でこちらがですね、男子トイレです。はい、まあ、これも結構ハードなね見た目なんですけれども、こっちが小便器、中はでもいい匂いなんだよね。そうだね、うん、見た目にそぐわない。そうだね、安心だよね。でもね、トイレがいい匂い、まあ、めちゃめちゃメンテしてるの。そうだねトイレ、トイレ掃除はもう僕たちやりまくってます、ね、そうだね、朝1回夜1回ぐらい、うん、やってます。ハチションベンはしないでくださいと。そうだね、これね、うん、この前思いっきりしてたけどね。そうだねはい、トイレはこんな感じです。はい、でこっちがですね、水場ですね。はい、電気もねついておりますので夜も安心です。でお湯が出て、お水はミネラルウォーターと。そうだね、うん、いう感じですね。結構ね、一組限定だったらだいぶ使い勝手が。そうだ、まあ、お湯出るのはやっぱいや、そうだよね、うん、結局キャンプ場冬とかバカきついじゃんね。あと油もんね。そうやっぱいろいろキャンプ場行ったけど、やっぱり奥さんが一番喜ぶのは電気とお湯ですよ。そうだね、あとお風呂か。そうだね、それがあったらもう、もう夏場の、ね、あのねキャンプ場のあのシャワーの行列、うん、やばいから。脱衣場もぐちゃぐちゃみたいな、うん、今キャンプ場ひどいことになってるらしいですから。うん、ケンちゃん近くのねキャンプ場たくさんあるけど、いやもうすごいことなんでしょ。すごいです、本当に。もう一組限定じゃない。僕はちょっと泊まれないかな人見知りなんだでこっちが、倉庫なんですけれども、倉庫内ちょっと電気来ます、ね、旅する勝又家。まあ、倉庫内はですね、子供が遊べるような、ものを置いてあります。トランポリンだったりとか、まあ、これはちょっとね子供はハードかもしれないですけど結構なランプ。そうだね、うん、ちょっとまあやるにはそれなりのスキルが必要な。そうですね、スケボー、あとうちのアマーゲー、はい、ゲレンデアマーゲーあります。ちょっとバッテリーがいっちゃってる、いっちゃってる。今ちょっとね交換しなきゃいけない。そうだね。であとはバレーボールのネットだったりとか、あとはミニサッカーボール、はい、そして、バスケットボール、まあ、これ外で出してもらってねやってもらえればいいかなと思います。うん、あと夏場はあれはプール出すんじゃん。そうだね、夏場はプール、4メーター、3メーターみたいな、うん、ちょっと大きめな。それも天然水で、天然水でもう泳ぎながら飲めるっていう、はい、うちの天然水だってあれだもんね、某飲料水メーカーのそうあれを通ってるから。そう、であとこれ猫なんですけども、これ一杯でとりあえず今のところは薪ね、1000円でやってます。普通に考えたら多分4束ぐらいの量が入っちゃうんじゃない、もっと入っちゃうか。そうだね、うん、詰め放題。そうだね、詰め放題で1000円でやらせていただいております。はい、であとこちらがですね、Cシャバーって今呼んでるんですけれども、一応キャンプ場の受付も兼ねてますので、ここで受付したりとか生産したりとか、あとはまあ自由に使ってもらったりとかっていう感じですね。雨の日にやっぱりこういう場所があるっていいと思うよ、キャンプしてて。やっぱ逃げ場がねないと。雨の日のキャンプってなんかきついもんね。旅する勝又家、まあ、結構いい感じの。そうだね、ね、雰囲気としては手作り感満載だけど。そうですね、これも僕たちが手作りで全部、家具とかね作りました、色とか塗ったりとか。ここもですね、Cシャを吸ったりとか、まあ、お酒を飲んだりとか、うちはウェルカムドリンク出すんですけど、まあ、ここでウェルカムドリンクを出したりとかっていう感じですね。で、あとここにクラフトビールも売ってますので、ここで買っていただいて飲んでいただいてもいいと。ブリュワリーはね、今これ作ってるんで、これから。そうだね、はい、まあ、あと この種類ももっと充実する。そうだね。であと僕の T シャツ、僕たちが作ってる T シャツ、ビアゲンの T シャツだったり、セブンピーポーインマイファミリーの T シャツだったり、あと手ぬぐいとか、ビアゲンのね、タンブラーとか置いてあります。で、あとは、ケンちゃんのね、漫画好きだから。キャンプに来て読むっていうのもあれだけどね。確かに。何してんの？満喫いてよ。結構ありますよ、
漫画はね。そうだね、うん、まあでもなんか暇つぶしに。そうだね、うん、まあこんな感じのバーでございます。はい、結構まあ僕たちは気に入ってるねここね。まあそうだね、うん、だいたいキャンプやろうって言ってもここにいちゃうっていう。そう、ここに来るみたいな。イブさんもここでずっとやっちゃったから僕たち一回入っちゃうとね、そう出れなくなっちゃうよね、この安心感ね、うん、でもまあそういう2つで楽しんでもらえるから、キャンプサイトも楽しんだりここの場所も楽しんだりみたいな感じができるので、すごくねいいんじゃないのかなと思いますよ、うん、はい、旅する勝又家。今ですねシーシャバー見ていただいたんですけれども、まあシーシャもね楽しめる、まあ、クラフトビールも飲めるっていうことだったんですけれども、今ですね僕たちはブリュワリービール工場、クラフトビールを作る工場をですね今企画というか動いておりまして、作ろうと思いまして、その場所がですね、うん、今このハイエースが置いてあるところに、ブリュワリーが来て、ね、でこっちのピックアップの70が置いてあるところにバーをですね作ろうということで、はい、今補助金を待っているんです申請中でございまして、それが通ればですねここに、ブリュワリーができて、まあ、キャンプをしながら出来たてのねクラフトビールを飲めるという、最高じゃないですか、ケンさん。 そんなことないよね、うん、やばいことね。夢見てたもん夢だよね、夢が叶っちゃうんだから。そうだよね。で僕たちが作ろうとしているのはヘイジー IPA っていう、ちょっとね濁りがあって香りとね、なんていうホップの香りと味もなんかフルーティーなね、ビールなんですけど、それをね主に作っていきたいなと思いますので、ぜひね楽しみにしていただけたらと思います。はい、こんなところで一応ビアゲンビレッジのご紹介になったのかな。そうだ ね、大丈夫だと思いますので、まあ、これを見ていただいてどんなところかなっていうのをね、妄想膨らませていただいて、ぜひ、ね、遊びに来ていただけたら嬉しいなと。ちなみにブリュワリーはいつできるんだろう。ブリュワリーに関してはそうですね、年末、今補助金がうまくいけば年末ぐらいかな、うん、には出来上がるかなと思います。でこの動画の最後にですね、ブリュワリーのレイアウトがねできたので、その動画をねもうちょっとごめんなさい、それ5ヶ月ぐらい前かなの動画になっちゃうかもしれないんですけども、それつけておきますので、おまけでもしよかったらね見ていただけたら嬉しいなと、思います。はい、であと、ビーアゲンビレッジのホームページもあるんですけれども、 LINE 公式アカウントっていうのを作りまして、そちらからね今度は予約ができたりとか、なんか情報を提供できたりとかっていうことができるみたいなので、今はねちょっとねお友達をどんどん増やしているっていう期間なので、ぜひね概要欄からですね、入っていただきまして、お友達登録していただけたらありがたいと思います。はい、ということで、今回の動画良かったら高評価とチャンネル登録していただけたら嬉しいと思います、はい、ということでまた次の動画でお会いいたしましょう。ケンちゃんありがとうございました、はい、ありがとうございます。じゃあね、バイバーイ。どうもビールアゲインの、勝又康介です。と雄大です僕とね健介ともう1名ねスタッフとして、雄大くんがね、ビールアゲインのビールアゲインブリュアリーのですね、メンバー3人でね、頑張っていこうと思います。はい、はい、お願いします。ありがとうございますはい、それでですね今日はですね、先日ね強いパートナーと、お伝えいたしました矢ヶ崎さんとですね、片岡さんが来てくれます、雄大くん。はい、はい、で、この2人がねいらっしゃっていただいて、今日はですね矢ヶ崎さんには、免許の手続きをねしていただきます。でビールと同時に僕たちがねここでやりたいのもう1個、Cシャ水タバコをやりたいんですけれども、タバコのね免許も、矢ヶ崎さんにお願いしておりますので、そちらの手続きを、お願いしております。それと片岡さんはですね、ここのビールアゲインのブリュアリーの、レイアウト、どういうふうに置いた方がいいのかとか、どういう工程になっているのかっていうのをね全く分かりませんので、そのあたりをね、ご教授いただきながら、どんなふうに、ブリューハウスを組んでいくのかみたいなのをね、決めていけたらいいかなと思いますので、頑張っていきましょう。はい、はい、じゃあいきましょう。ビールアゲインの強い味方が2名いらっしゃいました。行政書士さんの矢ヶ崎さんです。免許をよろしくお願いします。あと沼津クラフトの社長片岡社長です。よろしくお願いしま す。今からちょっと、みんなで打ち合わせをしていきたいと思います。
今ですね、片岡さんと一緒にバーのですね、ブリュアリーとバーのレイアウトを決め込んでいるところでございます。今作っておりますレイアウト。片岡さん、はい、完成しましたね。完成しました。レイアウトが結構パンパンとすんなり決まって、すんなり決まりました、はい。僕たちのブリュアリーはこれです。全然わかんない何も書いてないこれはこういう感じのブリュアリーになるということで、皆さん覚えておいてくださいね。これもうどうせ見ないと分かるんですけども、あのよくあるあのビールのタンクがまあここに来て、ここからガラス張りで見えると、ここから見えますよと。でここがブルーハウスっていう、あの投下したりビールを作るところですね、みたいな感じで、ここにバーカウンターが来ますと。あとはオープンしたらあの工場見学に来てくださいということで、はい、よろしいですかね。大丈夫です。ご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。じゃあね、バイバーイ。終わりましたね、雄大くん。はい。なかなかいいレイアウトができたと思います。ちょっとね、あの図だと分かりづらかったと思うんですけど、また、おいおいですね、どんな感じになっていくのかっていうのはね、あのお伝えできていけるんじゃないのかなと思います。そしてですね、矢ヶ崎さんと一緒に話していたときに、この今撮影しているのがですね、2021年の1月なんですけれども、今年ですね、大規模な補助金が出るということで、どんな補助金かというと、新規事業を開拓することに対しての補助金だそうで、かなりね、大きい枠で金額がありまして、6000万円から1億円、やばないですか、これ。ね、で3分の2、出していただけるということなので、かなり、ね、大きい金額が、補助されるような、感じになりますので、それは待ちたいなということになりました。でまだ、ね、国会で通ってない話で、3月か4月ぐらいじゃないかと言われています。でそこに申請を出して、応募があって申請を出して、またそれから3ヶ月ぐらいなので、まあ6月ぐらいだよね、はい、6月ぐらいにお金が決まるんじゃないのかなということで、そこからね、海外からアメリカからですね、機材を輸入しますので、そこから発注してもまあ早くて5ヶ月船便で来るのでって言われておりますので、まあ、早くて11月ぐらいだよね。なんでちょっとね、今年の7月にはなんていう話をしてたんですけれども、やはりね、その大規模な補助金にはちょっとね、お願いしたいよね。もうないんでお金がということで、おそらく来年にブリュアリーはオープンするのかなというところでございます。まあその前にキャンプ場はね、もしかしてコロナのワクチンの具合でオープンしてるかもしれないんですけど、まあ同時オープンみたいなことを考えてたんですけれども、ちょっとねそれはずれ込んでいくんじゃないのかなという感じでございます。ということで、どんなレイアウトになったのかというのをちょっとご報告させていただきまして、まあ、補助金がね、あると、なので、少しオープンが伸びてしまうというご報告で、ございました。ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネルがねいいねと思っていただけた方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録していただけたら嬉しいかなと思います。はい、ではまた次の動画でお会いいたしましょう。じゃあね、バイバーイ。おなしゃすこれ使わなくていいからレイアウトが結構パンパンとすんなり決まって、すんなり決まりました、僕たちのブリュアリーはこれです全然わかんない何も書いてないこれは